さあ、整形大学行ってみたいと思います。本日の英文法の全体像はこちら。正誤問題2問。そして文正序問題2問。4つ連続で行ってみたいと思います。皆さん、画面の都合上、皆さんには1問ずつ解いていただきたいと思います。そして、大事な情報が出てくるんですが、それを皆さん一番最後のホワイトボードにまとめますので、まず解くことと、皆さん解説を聞くことですね。それに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。さみさん、説問の指示を一読していただいた後、この問いの A ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、下線部4番が怪しいですね。これの解説はホワイトボードでしますね。さみさん、先ほどのところ書き出してみました。この下線部4番のところが怪しいですね。皆さん、ポイントはフェルトでございます。まあ、もちろん動詞の原型はフィールですので、ちょっとこういう感じでまとめてみました。皆さん、フィールを見たらですね、何文型を取るかっていうのは言えそうでしょうか。もちろん SVC、 つまり第二文型でございます。で、皆さん、その第二文型ということは、皆さん、フィールの右側、例えば good のように形容詞が来るはずですよね。ですが、皆さん、この下線部のところ confidence ということですので、名詞になっちゃっておりますよね。ですから、皆さん、これを形容詞に書き換えれば良さげですね。そして、皆さん、形容詞と言われたら confident ですから、正解は4番ですね。皆さん、次の問題に画面を戻します。続いて問いの B をお願いします。これ下線部3番が怪しいですね。解説はホワイトボードでしますね。皆さん、今回も書き出してみました。下線部3番のところが怪しいですね。皆さん、文頭の ING が一体何なのか、それを判断するにはちょっと後ろですね。皆さん、見ての通り The Exchange ということで SV が存在しております。そして皆さん、主語がここから始まっておりますので、皆さん、その左側は就職語で M ですからね。で、もちろん M と言われたら品詞は副詞でよろしかったかと思います。じゃあ、皆さん、名前を思い出してくださいね。副詞の働きをしている ING、 それを分子構文と呼んでましたね。だって皆さん、文頭に Surprise、 驚きを表す表現がございますので、一体誰が驚いているのか、それを皆さん探すんですが、主語にあたる部分が省略されてますよね。で、皆さん、もちろんそのことを意味上の主語というふうに読んだと思います。で、その意味上の主語が省略されているということは、これも思い出せますね。ここですね、文章全体の主語と同じだから省略ができたわけですね。じゃあ、皆さん、この they は一体誰を指してますかということですが、手前の文章を見ていただきますと、さくらさんとゆりさんでございます。で、もちろんさくらさんもゆりさんも人間でございますね。そして皆さん、先頭サプライズということで感情を示す表現がございますので、こちらのさくらさんとゆりは感情を抱く人間ですね。で、あと皆さん、思い出すだけでございます。感情を示す表現があって、で、主語は感情を抱く人間だ。そうすると皆さん、 ING ではダメでしたね。そうです、人は感情を受け取る側でございます。つまり受け身で、受け身ということは過去分詞でしたね。ですから、サプライズをサプライズド、これに直していただけるとよろしいかと思います。ですから、ひとまず正解は下線部3番ですね。タミさん、そういうお話を知らない方いらっしゃるかと思います。その方のために解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴ください。タミさん、まず説問の指示の一読をお願いします。タミさん、選択肢こちらでございますからね、それを見ながら検討お願いします。まず先頭の文章のフードプリザベーションですね。この後に選択肢 A が続くのか、選択肢 D が続くのか。で、もし D につなげた場合ですね、ちょっと不思議なことが起こるんですね。こちらフードプリザベーション。そして D はフードプリザベーション。当然皆さん、この表現2回目に出てきますよね。で、2回目に出てきた表現ということは、先頭に座が必要ですよね。ですが、その座がないわけですから、一番最初に D が来るということは考えられませんね。で、皆さん、ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。さあ、皆さん、選択肢1番、2番、A から始まるということが分かりました。じゃあ、その後 AC とつながるのか、AD とつながるのか。もちろんヒントは C の He ですよね。もちろん He がいるということは、選択肢 C の手前で、それを指す表現があるということですね。で、皆さん、それを探し出していただきますと、選択肢 D のところに Ancient Man、つながりますね。ということで皆さん、DC の順番でいけそうですね。
そうすると、その並びをしているのは選択肢の2番ですね。ということで、次の問題に行きまーす。さあ、皆さん、続いての問題でございます。選択肢こちらでございますので、検討お願いします。さあ、皆さん、出だしの文章、フリーズングという話がありますね。で、皆さん、それが B につながるのか、D につながるのか。もちろんヒントは B のこの文末ですよね。こちらで冷凍の話をしているにもかかわらず、B の文末では冷凍なし。つながりが全く見て取れませんね。てかもう言ってることは反対ですよね。ですからまず選択肢の1番、2番は×ですね。じゃあ皆さん本当に選択肢の D につなげていいのかどうかちょっと確認しますね。で皆さん選択肢 D をよく見ていただけると、このあたりとつながりますね。フリージングとフリージングテンプルチャーズ。いけそうですね。で、あと皆さん D の右側に C がつながるのか、A がつながるのか。皆さん A も C も先頭は言っていることが反対ですね。で、当然選択肢の D はまだフリージングの話をしておりますので、C がつながりますよね。A だとあったかになっちゃいますからね。ですからひとまず正解は3番ですね。ですから皆さん DCAB とつながるということですが、当然暖かい場所では冷凍はいらないと。うまいことつながってきますので、やっぱり3番が正解でよろしいかと思います。さあ、文政上問題を振り返ってみたいと思います。先ほど皆さん、我々はどうやって解いたのか。1番目、Ancient Man。これを皆さん、He につなげましたね。で、皆さん、なんでそれをつないだんですかと言われたら、いいかいいかのというふうに我々は無意識には判断してるからですね。そして皆さん、2番目、Freezing を Freezing Temperatures。つなげましたね。で、なんでですかと言われたら、そこに言い換え可能だというふうに認識したからですね。そして皆さん、freezing temperatures of frozen climates。こういうふうにつなげたのも、やっぱり言い換え可能だと認識したからですね。ですから、文政上問題我々は何をすべきなのか。それは言い換え可能な表現、もしくはそういう語句を探し出すんですね。これがポイントでございます。そしてそれは一般的な、長文読解問題でも同じでございます。ですから皆さん、学校の先生とか、塾予備校の先生、その方々が皆さんに求めているもの、それは授業を受ける前にちゃんと予習してきやというふうにおっしゃる先生多いかと思いますが、ただ解いただけではあまり力にならないですね。やはり根拠を考え出す、ちゃんと根拠を探し出して授業に臨んでいただけると得るものが多いかと思います。じゃあその根拠を考えるとか、皆さん根拠を探すって一体具体的にどういうことですか。それは言い換え可能な語句を探し出すことですね。おそらく皆さんこれが探し出せていないとすると、例えば選択肢問題やってたら、それは消去法で解いてることになりますね。そうです。消去法というのは根拠が見つかってませんということで言ってることも同じなんですね。ですから授業をせっかく受けるわけですから、頑張って言い換え可能な表現を見つけ出してから臨んでいただけると力がつきますからね。参考なさっていただけますとよろしいかと思います。さあ、皆さん、整形大学お疲れ様でございました。先ほど皆さん間違い探し問題を行いましたが、注目をしていただいたのは正解となった下線文のみでございました。ただ、他の下線部の中にもですね、次につながる情報、満載でございますので、ちょっとホワイトボードをまとめていきたいと思います。まずは1番、動詞プラス目的語プラス、from、うにゃうにゃ ing。なんか熟語でよく見かけるパターンですね。その動詞の部分で皆さん品質なのは、prevent ですよね。もちろん直訳は妨げる。そこから皆さん派生させて妨げるということは、うにゃうにゃすることができない。ですから、大枠として主語が原因で、O がうにゃうにゃできない。こういうふうに皆さん押さえておいていただけると応用が効きますからね。ただ皆さん知識としてですね、プリベント以外にあと3つ言えると安心です。例えば皆さん K から始まる単語は Keep。そして先ほど説明に絡んでいました D で始まる表現は Discourage。そして S で始まる単語は Stop ですね。じゃあこの4つぐらいは確実に言えるようにしておいた方がよろしいかと思います。そして2番目、うにゃうにゃに参加する。先ほど熟語で絡んでました。もちろん Take Part In と Participate In。有名ですね。そして3番目、representative。名詞の意味は、担当者。そして皆さん、もう一つ言えるとよろしいですね。代表者。2つよろしくお願いします。そして4番、サッチの右側の語順。この順番でしたね。冠詞プラス、形容詞プラス、名詞。整形大学以外でもよく問われてますね。そして5番。で、この例から何が入るかわかりますか？インシスト主張。リクエスト要求。サジェスト提案。先ほどこのサジェストが絡んでました。で、主張要求提案の内容をざっと説の中で表すとき、ど
動詞の形は should to be か動詞の原型で表せなければいけなかったですね。タミさん、この情報ちょっとご存じない方ですね。そんな方のために解説動画はすでに存在しておりますので、その動画のリンク先ですね。それを皆さん概要欄に貼っ付けておりますので、この後お時間よろしければご視聴くださいね。そして6番、ハブ目的語インカム。目的語を共有している。共通点に持ってるんですね。有名な熟語でございました。さあ皆さん、ホワイトボードをご覧になっていただいてですね、もし知らないものがありましたら、この後ノートを取っていただいて、そしてノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張りましょう。